先日ですね、オープンしたバーラウンジをですね、今回紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。いかがだったでしょうか。今回は、羽田空港第2ターミナルで、ね、パワーラウンジ紹介させていただきましたけれども、ちょっと座席数がねだいぶ減りましたね。40席ぐらいとなっております。あとですね、入口のところで確認したんですけども、こちらのラウンジは、各種ゴールドカードと、当日の搭乗券、そして、到着時、離陸時、出発時ですね、どっちでも利用できます。で、国際線でも利用できますので、もしよかったらね、利用される方は使ってみてはいかがでしょうか。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。